これは志保との約束で誰にも言ったことがなかったんですけど、志保とは中学の時恋人のふりをしてたんです。え？男よけと女よけのためです。それ以外の事情も感情もありません。人から好意を寄せられるのに疲れていた時期があって、志保も似たような状況で、付き合ってることにしようって二人で決めて、中学卒業と同時に関係は解消しました。高校に入ってからはあまり会っていませんでした。でも最近志保にしつこく言い寄ってくる先輩がいるらしくて、今日も付きまとわれて大変みたいだったから、俺も志保に助けてもらったことがあるし、これくらいならいいかって。でもいいわけないですね。俺には朔也さんがいるんだから、次からは全部断ります。だから今回だけ許してくれますか。俺にとって一番大事なのは朔也さんです。原作者さんや声優さんの励みになりますので、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。